これ今しなくちゃいけませんかいや今じゃなくてもいいけど午後までにお願いしますはい日本の経済はこれからどうなるんでしょうねうんいろいろなことによるんだろうけどうちの大学の先生の話によると秋ごろから少しずつ良くなってくるだろうってここ書き方違っていますよあすみませんどこですか ほら、ここですよ。あ、本当だ。すみません。書き直します。雪にならなくてよかったですね。ええ。車で市内へ行くので、ちょっと心配してたんですよ。天気予報によると、お昼頃から晴れてくるそうですよ。あ、よかった。太田さんは、何曜日が時間がありますかそうですね。まあ、火曜日は何もありませんけど。 火曜日はいつもええ。まあ週によって少しは違いますけどね。今週は大丈夫です。今年の夏はひどかったですね。全くね。あんなに暑くちゃ何もできませんよ。でも今週になって少し涼しくなってきましたね。ええ、助かりますね。 これだけは弁護士の先生に一度見てもらった方がいいでしょうそうですね。いくらぐらいかかるさあ、内容にもよるでしょうが、一枚だけですからね。そんなに高くないでしょう。荷物が多くて大変だったでしょう。ええ。無理して重い荷物運んだので腰が痛くなっちゃって、ちょっと変な歩き方していませんか さあそれは別に気がつかなかったけどでもお大事にどうもそろそろ梅雨ですねそうですねあ中村課長おはようございますあ佐藤君おはようどう体の方はもういいのまだ休んでなくちゃいけないんじゃないのいえもうどうもご心配かけて申し訳ございませんでしたあんまり無理しちゃいけないよはいどうもすみません この読み方はわかったあ、私もダメなんです。全然わかりませんでした。田中先生のお書きになったのでしょうそうなんです。あの先生のはいつもわかりにくくてね。まったくね。今日から来てるアルバイトの子、ひどいね。え話し方がひどいよ。そうですか気がつきませんでしたが。すごい言葉は使うんだよ。そうですか。 雨が降ってきましたよえ、本当ですかどうしようえ、どうして今日は絶対に降らないと思ってたんで布団外に出してきちゃったんですよあ,あそれはちょっと困りましたねまったくそのお菓子、銀座の店で買ってきたんだけど、おいしい本当？あんまりおいしくないね上に乗っている果物がスパイよそう ずいぶん高いお金払って買ったのよ残念だけど全然ダメだねいい匂いはするけどね腹が立つわでも仕方がないわね買っちゃったんだからこれちょっと食べてみてどれこれうんどうちょっと変な味しないうんちょっとというよりひどいよこれ 悪くなってるよやっぱりそう思ううん、やめたほうがいいよ、こんなのお腹が痛くなるよ随分暖かくなってきましたねもう春なんですね本当に気持ちいいですねピクニックに行きませんか今週の日曜日それはいいアイディアですねお天気は大丈夫ええ、今朝の新聞によると10日間ぐらいはよく晴れるそうですからそうですか 外、雨、降ってますかいえ、曇ってますけど。じゃあ、傘置いていこう。必要ないでしょう。いや、持っていらした方がいいですよ。西の方ではひどい雨になってるそうですから。そうですか。じゃあ、持っていきましょう。その方がいいですよ。カーターさんと話すときは、言葉は英語ですかいえ、ほとんどいつも日本語ですよ。彼の日本語、どうですか話す方はかなりできますよ。 でも書くのがね。辞書を使ってもダメですか。うん、もう少し練習する必要がありますね。コーヒーいかがですか。ありがとうございます。あ,あ、いい匂いがしてますね。どうぞ。はい。冷めますからどうぞ。いただきます。ちょっとこすぎますか。い,いえ、美味しいですよ。 昨日の高野先生のゼミ出たうん,うん、出なかったまた先週も休んだんじゃないうん、出ても面白くないからでも山口が言ってたよ昨日のは珍しく良かったってへえじゃあ週によるんだね来週は出てみようかなうん、面白いかもしれないよ今は何時ですか10時半ですあ、急がなくちゃ 会議四十五分からでしょう。大丈夫ですよ。秘書によると、他の人がまだ出勤していないそうですからね。あ、そう。ゆっくりいらしてください。昨夜地震があったそうですね。え。全然気がつかなかった。実は僕も地下鉄に乗っていて、分からなかったんですけどね。私は何してたんだろう。何時頃ですか。うん、六時ちょっと過ぎだそうです。 あ私もちょうど電車の中ですねテニスがお上手だそうですねとんでもありません吉田さんこそいえいえ練習していないから全然上手にならなくって私は練習してもダメなんですいやお上手なんでしょいえいえ全く嫌になってしまいます お宅の会社は時差出勤なんだそうですねええラッシュアワーの電車に乗らなくてもいいから助かりますよ朝出勤は何時頃ですか日によって違いますけど大抵七時半です七時半ずいぶん早いですね朝眠くありませんかいやそれほどじゃありませんけどまあ冬は寒くて嫌ですねそうでしょうね 台風が来るって言うけど本当ですかねさっき四国の友達と電話で話ししたんだけどねその友達によるとあっちはすごいって雨がうんそれから強い風が吹いて雷にもなってるってへえ<ー>。あ降ってきた本当だじゃあやっぱりこっちに近づいてきてるんですねうん多分そうだね